おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日はね、何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、ニューロードアニバーサリー、新国新ネスタ、そしてニューネームレジェンドバッチョ、このね激アツ3人が来たガチャをね徹底解説していきつつ、選手のクオリティ等もね触れて皆さんにお伝えできたらなと思います。ってことでもう早速始めていきましょう。いや今回のこのニューロードアニバのガチャなんですけど、あのね、何が言いたいってエンブレムめちゃめちゃかっこいいんだよね。見ましたか皆さん、やばくないこれ。開いたら見えなかったけど、このさ金の枠に青背景ってなんかめちゃめちゃ豪華ですよね。超かっこよくないですか。もうこれだけでこの選手たち使いたいんですけど、まあ、今回はねこういった素晴らしいところも踏まえて見ていけたらなと思います。まあね、確率とかは普通にね 6% のちょっと厳しめのガチャなので、まあ、いつも通りだよね。 6% で中に9人いて1人当たり 0.666%、 あまり優しくないタイプのガチャなんですけど、まあね相変わらずステップの内容はいろいろ豪華ですね。ステップ1回目、3回目、5回目、7回目、9回目ではそれぞれ特別獲得枠が用意されていて、ステップ10では1人星5選手が確定というような形になってます。で100連することでね、ステップ10まで行くことで限界突破のフリー素材がもらえて、かつですね交換チケット、選手の交換チケットももらえますので、まあ一応好きな選手が1人手に入るといったような内容ですね。さあそしたらですね、早速こちらの内容を、選手のクオリティを見ていくんですが、今回はねもう本当に素晴らしい、すごい選手たちが来ましたね。最近インフレがめちゃめちゃ加速してるんですけど、まずゴールキーパーのウナイシモン、彼に関してはちゃんと今までのインフレに、取り残されてくれましたね。微妙なクオリティだと思います。はい、総合値もね 11,355 ですし、まあ、今回の中ではかなり残念な枠かな。せめてさ中央突破のドンナルンマとか、ドンナルンマとか、あとは誰だろうね、なんだろう、もうちょっとなんかいいゴールキーパーが来ていたら良かったのかなとも思いますが、ちょっとウナイシモンは残念枠のような気がしますね。お次アレスンドロ・ネスタですね。もうこちらは素晴らしい組み立てセンターバックということで、総合値も 14,000、ディフェンスキーマン持ってます。まあちょっとねミランのガチャでもネスタ来ていて、中央でもネスタ来たので、まあ、どちらか一人を完凸するっていうのが正直現実的かなと思いますが、こちらのネスタも素晴らしいね。タックルパスダイアップのタックルスキル発動率ダイアップなので、めちゃめちゃ守備硬くなると思います。堅牢タックルパスカット特大アップしつつ、インターセプターも持っていて、なんとねメインはシルフィーパスカットということで、タックル上がるのにパスカット、メインスキルで持ってきてますね。フォワード選手全員のシュート特大ダウンということで、取りきれなくても、シュート決定力下げてくれますし、ディフェンス選手全員のスタミナ中回復ということで、こちらねネスタ自身のスタミナも含めて回復してくれる優秀なパスカットスキルですね。能力は、パスカット SA、タックル SA、マーク SB ということで、まあ、こちらも十分以上かな。スピード S、パワー B も嬉しいね。本当にトップクラスのセンターバックなんじゃないかなと思います。で、お次 DMF、コクーだね。センターのレーン特徴を持ってきました。こちらも総合値 14,000 なので、特徴自体は3つの選手になってます。OMF に配置されている相手選手のドリブルをダイダウン下げつつ、自分のセンターレーンの選手のパスタックルをダイアップ、まあ、デバフ両方兼ね備えているレーン特徴ですね。素晴らしい。あとはダッシュの熟達者ということで、タックル特大アップし、ディフェンス能力ダイアップです。これ見たらわかるんですけど、なんとねこの国スタミナ管理系の特徴がありません。オランダの時の、オランダ染めのね、サイドアタックのレジスタ国は、スタミナがね、尽きなかったんですけど、こちらの国は普通に足止まります。
まあ、メインスキルソリッドタックルということで、こちらもねもう魅力的な超ぶっ壊れのスキルですし、いや素晴らしいと言わざるを得ないですね。フォワード選手全員のシュート特大ダウンは嬉しいし、ミドフィルダーのスタミナ消化回復も嬉しい。まあ、コク自身がねスタミナ尽きちゃうので、そういう意味ではこのソリッドタックルで自分のスタミナ含めて回復できるっていうのはかなり効果的なんじゃないかなと思います。能力もかなり守備的だね。お次がモドリッチなんですけど、モドリッチはもうちょっと強くてもよかったんじゃないですか。12000のバンディエラ、まあ、バンディエラなのでこの総合値はしょうがないのかもしれませんが、ちょっとねワールドカップでベスト4まで行ったチームで、去年チャンピオンズリーグを取ったチームの10番の選手にしてはかなり低めの能力設定ですかね。バンディエラなんで一人はいてくれると頼りになりますけれども、逆に言ってしまえば本当にそれだけかな。モドリッチの今回の強みみたいなものはちょっと正直残念かなと思います。お次ジェームズ・マディソンですね。マディソンに関してはエクスキーパス持ちの OMF、 ディフェンス選手全員のスタミナ中断をしつつパスカットも中断するかなり強力なパスですね。まあ、ただ今回の中ではわざわざマディソンを引いてどうこうするっていう選択肢には入れなくていいのかなと思います。ちょっと残念枠かな。お次ケビン・デブライネですね。これはね強い強いです。総合値1万3000級の選手ですが、まずはコンボ特徴連携の指揮者ということで、範囲内の選手の中突破のキープスピードチューアップ、ドリブルチューアップ、ドリブル意識ですね、チューアップ連携強化ということで、まあ安定の強さ、ショートスキル、ショートパスとシュートスキルか、発動率特大アップしつつ一撃の名手ということで、オフェンス能力大アップ、さらにシュート特大アップ、かなり決定力高いですね。結界でパスカット特大アップしていて、一応ね能力的にタックルへパスカット B があるので、ここだけちょっとどうかなって思いますが、まあそれでもねシュート SA、 ドリブル B、 パス SB なので、まあ本当に十分以上に強いかなと思います。ブローニーロング持ってるのも驚異的ですね。まあさすがデブライネって感じかな。素晴らしい選手です。お次キリアン・エムバペですね。新バージョンエムバペはライトウィングのムービングフォワードでしたね。瞬戦、ドリブルスピード特大アップ、シュート大アップ、記述しドリブルトラップ特大アップ、パスが大アップです。まあねまた右のムービングフォワードということで、メッシュとプレースタイルとポジションが被ってるんですが、まあ強いね。インビンシブルドリブル、なんとさらに貫突するとチェーンスキルということで、まあね貫突してチェーンスキルは個人的には悪くはないのかなとは思いますね。チェーンスキルをばらまかれるってことがなくなるので、そこは結構いいのかなとは思います。ディフェンス選手全員のスタミナショーダウンさせつつ、ドリブル超特大アップ、ディフェンス選手全員のパスカットとマーク特大ダウンさせます。でこの後にシュートもしくはロングシュート選択したとき、必ずそれが発動すると。まあ強力ですね。デアルテロングとドリブルの後にどれだけの確率でシュートを選ぶのっていうところではありますが、まあシュート SA なのでね、仮にそれが発動したら本当に恐ろしい選手。いや素晴らしいですね。ドリブルトラップ特大アップ、あとは、ドリブルスピード特大アップなので、本当にドリブル能力長けてるなという感じです。ドリブル SA しかないんですけど、十分以上じゃないですかね。でラッシュフォードですね。ラッシュフォード好きなので私嬉しいです。これ左のオフェンスキーマンです。でマシンガンラッシュ持ってて、シュートスキル、ドリブルスキル、発動率特大アップ、マルチクリエイター、シュートトラップ特大アップ、独走者、パストラップ大アップです。メインスキルレジアスですね。ウィングの選手ですが、通常シュートがメインスキルできました。悪いスキルではありませんが、まあまあそこまでぶっ壊れって感じでもないかな。 A ランクのフェイクドリブルも含めて、自身のスタミナ消化回復する術がいっぱいありますね。レジアスも回復できますし、こちらもエムバペと能力的にはそんなに遠くなくて、シュートとドリブルがそれぞれ SASB ということで、シュートドリブルに曲振りしてるわけではないですけど、しっかりねこの2つが上がってます。まあねキーマンに設定するほど強いかと言われると、これだったらもっとね、それこそエムバペとか、まあ、バッジョにボールを集めた方が、キーマンにしてボールを集めた方がいいかなとも思いますが、ラッシュフォードのキーマン特徴ね、シュート特大アップなので、フォワードの決定力めちゃめちゃ上がるんですよね。いや素晴らしいなと思いました。いい選手ですね。で最後ロベルト・バッチョですね。今回の大当たりバッチョです。総合値は14000級、創造のビギでシュート、ドリブル、特大アップ、トラップ、大アップ、ここに勝者の嗅覚が1個ありつつ、
正規しファールしにくくなりオフェンス能力大アップ。本当にバランスいいですね。シュートドリブルを筆頭にオフェンス能力すべてができるってタイプです。不屈の情熱は同点または1点以上負けてるときにシュートパワー大アップです。まあね、条件はあるんですけど、1点以上勝ってるときはね、発動しないって条件はあるんですが、それでも同点または負けているときに、本当に欲しい特徴だと思いますので、悪くはないかな、全然悪くないと思います。メインスキルはオプティマスシュートだね。自分のスタミナ中回復しつつ、シュートドリブルメンタル特大アップです。まあ強力ですね。うん、超強力で、あとはエクストリームトラップ持ってます。 S ランクですね。こちらも S ランクの特徴から S ランクのスキル2つということで、モリモリになってますね。シュート SA、ドリブル SB、パス SB、トラップ SA ということで、オフェンス能力、そしてトラップ能力が素晴らしい。もう完璧な選手じゃないでしょうか。いや、これだけのクオリティの選手がね、この青背景、金フレームで来ると、もうこれはね、激アツと言わざるを得ないかなと思います。またね、ちょっと詳しく実際にね、私のフレンドさんと対戦したりですとか、使っていってね、選手の質を見ながら、選手当たりランキングみたいなものも作っていけたらと思いますので、ぜひね、そちらの動画もご視聴ください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。